若秩父孔明は、埼玉県秩父郡高篠村出身で、花籠部屋に所属した大相撲力士である。本名は、加藤孔明。最高位は、西関分け。現役時代の体格は175センチメートル、150キログラム。特異種は、左四つ、釣り、より。本名は、周囲から、高明と読まれることが多いそうだが、本名、四個名もに読みは、 孔明である。1939年3月16日に、埼玉県秩父軍高島村の第2本、帝国陸軍軍人の家に長男として生まれる。小学生の頃から大食いで体格が大きくなり、高篠中学校では、相撲部に所属して、毎日一生の飯を食い、秩父軍の相撲大会で活躍した。1954年に、 埼玉県立秩父農高校等学校へ進学したが、ある休日に花籠部屋が二大花籠の追善工業を行っていると聞いて、見学に行くと、小部屋であるがゆえに間が持てないとして飛び入り参加を許された。南蛮が相撲を取った後に、花籠か,から見出されて勧誘され、相撲が好きだったので入門しようとするが母に反対された。しかし、二大花籠の墓を発見した。 小本人である地元の外科病院長と花籠がすぐに母を直接説得して入門を了承したため中途退学して花籠部屋へ入門した。1954年5月場所において15歳で初土俵を踏んだ。嗜名は故郷埼玉県秩父と兄弟子の若の花監視から若、秩父と命名され、女の口についてから引退するまでこの名で通した。入門してから エビスコブリは相変わらずであり、幕下時代は、毎食丼ぶり飯10杯を食べたという。若の花からの直々の指導は特に効果があり、また若、七部自身も稽古熱心であることから出世も順調で、1958年1月場所で新重量昇進。ちなみに、幕下通過までの間に4 5ラムの増量を果たしたという。同年、 5月場所では、戸賀志強剛、北早山栄春、妙武谷清、玉京国旗、藤金毛光、若見杉将校と自身を加えた7人による重量、優勝決定戦を制し、重量優勝を果たした。この時の7人は、全員が若い有望力士だったこと。7人による重量優勝決定戦を制して重量、優勝し、2場所後に新入幕を果たした弱秩部は、 新入幕の場所となった同年、9月場所にて、いきなり12勝3敗と好成績を残す。この場所では、関東賞を受賞して注目された。当時19歳の若武者だったことから、同時に新入幕した、富樫や豊の海吉美と共に、ハイティントリオと呼ばれた。1959年1月場所では横綱、千代の山正信に引導を渡す金星を奪ったが、この取り組みは後に、 若秩父本人が定年退職前最後のテレビ出演となった NHK 大相撲中継で交渉面に座った際、生涯最高の思い出の取り組みとして選択した。なお、この時の正面解説は偶然にも千代の山の弟子であった北の富士勝脇だった。この場所では実勝5敗と大きく勝ち越して2度目の 関東賞を受賞し、翌場所において19歳11ヶ月という若さで、新小結びに昇進し、史上初の10代の三役力士となった。1960年5月場所では、優勝時点となる13勝2敗という好成績を残しながらも西全島14枚目という低地位から、三勝を見送られた。巨腹を使っての釣りよりと、 どんな古参力士にも物おじしない性格で素質にも恵まれ、さらに若の花からの熱心な指導とそれを受けて、熱心に稽古に打ち込む姿勢から大関昇進を期待された。しかし、当時、力士の職業病とも呼ばれていた糖尿病を患ったことで、大関昇進どころか三役定着すら果たすことができず、その後は幕内の座を明け渡すこともあった。それでも、禁酒。 禁煙を実行、食事もパン、豆腐、蜂蜜を食べる節制に努めて決して休場せずに再入幕を果たし、その姿は他の力士からも反とされた。さらに、ある年の11月場所で負け越し、玄直しとして中洲で飲酒している時に絡んできた冷水客を軽く振り払おうとして吹っ飛ばしたことが、暴力と報じられた鬱憤を晴らそうと、制限時間一杯の際に大量の塩を 高々と巻き始めた。この塩巻きは、若秩父の入幕時点で、すでに幕内在位10年以上のベテランであり、指先で少量の塩を取って巻いていた。では西木忠夫のそれと比較され、塩などは安いもんだと若秩父、では金塩の値段を知っておりと川柳にも読まれたことがある。1968年11月場所を最後に、現役を引退し、年寄り、関の党を経て、 同、時和さんを襲名した。引退以来、花籠部屋付きの親方として、後輩の指導に全力を尽くしたが、1985年12月の花籠部屋閉鎖によって部屋継承を辞退、離れ駒部屋へ移籍した。1998年には日本相撲協会幹事へ、就任し、巡業部副部長も歴任した。2004年、 三月場所中に六十五歳の誕生日を迎えた。本来は六十五歳の誕生日前日に定年退職するが、本場所開催期間中に誕生日を迎える場合は、その場所の先週落まで親方として職務を続け、先週落で定年に達したという扱いとなるため、同場所の先週落を最後に定年退職した。二千十四年九月十六日午後六時十五分、寒不全のため、 東京都三鷹市内の病院で死去。75歳ボーツ。ABCDEFGH ベースボールマガジン社。大相撲名門列伝シリーズ2書の関部や P24 平幕止まりの玉京以外は、全員が後に名力士と呼ばれ、東賀市、北葉山、若見杉、富士二式の4人が、幕内優勝を果たしたほか、妙武田にも優勝こそないものの決定戦には2度、出場した。その後、 戸賀氏は横綱、北葉山は大関昇進を果たし、若秩父部、若見杉、秋保谷の三人は関分け、藤西式も小結びまで出世している。埼玉県出身の新三役はちょうど60年後の北斗富士大輝まで現れなかった。その北斗富士の新三役から一年以内に、阿部雅虎、大栄将早とも三役に進んでいる。 この場所の三勝受賞者は、主君賞が若見杉、関東賞が大宝、技能賞が柏戸であった。同部屋の後輩でもある若見杉は、西前頭4枚目の地位で14勝を挙げて、優勝を果たした上、金星も一つ獲得していた。大宝は、東前頭6枚目の地位で11勝4敗と、大勝し、金星を一つ獲得していた。柏戸は、 西関分けの地位で10勝5敗という成績を残していた。若秩父は新入幕の1958年から九州場所には3場所連続で負け越しているが、1959年5月公開の小津安二郎監督作品、おはやようで同年初場所千秋楽の北の予選のテレビ画面が映し出され、アナウンサーが潮を高々と巻き上げうんぬんと実況している。 したがって、このエピソードが事実とすれば、暴力報道事件は1958年、九州場所後で、塩を多量に巻き出したのは、翌場所のこの1959年初場所からということになる。元関分け、若秩父加藤孔明氏東京新聞2014年9月17日。ありがとうございます。